皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。ザーということで、どうやらね、あのカルマにティアラかなり強いっていう噂を聞いたんだよね。それは本当なのかね。行っちゃってみっかっていう動画、行くぞ。出撃、出発進行、出歩。因果の断りを、なんかね、アクセシ、光の闘神。さあ、行ってみよう。さあ、相手は光属性の攻撃なんだよね。俺は属性とかも気にしてないからさ、あんまり今まで俺の出した動画の中で意味のある動画はなかった。でも今回は光属性でしょ、これ。いけるはずだ。うん。まあ、ステージ1に関して言うと、まあ、ドラパンが最強だからね、結構。なんだろうね。あ、ハートね。まあ、適当にちょっと打ってみよう。ね。あ、結構、はい。あー、ワープね。はい。あ、そういう感じ？そういう系男子？そういう系女子？男子どっち？わかんないけど。あー、なるほどね。はい。あー、そうなっちゃうね。はい。あー、いいじゃないですか、別に。ワープはちょっとうざったいけども。うざったいけど、いや、大丈夫でしょ。っていう話。この斬撃がまあ、最強飛んでこないんだなと、場所を持ってるね、これ。で、この次のワープがまたうざい。ん？ 1？ え、待って、ダメージ1って何これ ?1 しか取らないってこと？今、それとも、こんなことやったらシールド発動した？さすがに1は強すぎるもんな。そんなことないよな。回復すんな、この魔導士。邪魔なんじゃい。え？やめろ、魔導士さん。しっかりと倒していく。あ、倒せないんだ。なるほどね。いいです。でも強いですよ、この。あ、1900。あ、まあ、ほとんど食らわない。まあ、そもそも食らわないのか、ここは。まず食らわないのか。さあ、 SS を貯めつつ、これね、この HP 吸収状態にするっていうとんでもねえ SS なんで、さあ、果たしてどれぐらい強いのかっていうのが楽しみなんですけどもね。果たしてあなたどれぐらい強いのかな。さあ、レッツゴー。倒そう。ね。来たね、魔導士だ。まだ復活するんですか。よし。で、カンカンカン、シュクス。OK。ステージ1抜けんの長っ。まだ抜けてないの？ 3 分かかってますけど。でもこれ、ほんと多分画面見なくても倒せるよね、シンプルに。普通に倒せる気がする、これは。うん、防御力アップがさらにえぐい、そんな気持ちを持ってるよ。全属性耐性に防御アップ、そして毛が減ると消える。やばいんじゃんこれ。うん、最強とんがりコーン。さあ、おい、それはマニアックな動き。でもいいと思うんだよね。位置取り的には最強だね。ジョンってところよ。さあ、どれぐらい HP が減るのか、これ楽しみなんだよね、正直。よっこいしょ。オーマイガッ。でも削り方は嫌いじゃないな、こういう感じの削り方。はい、はい、復活はもうない。あ、いいじゃん。たったの3000か。ゴミめ。ダブル3000。待て。お、強い。お、強い。うん、やっぱ斬撃はいいっすね。うん、斬撃は。あー。いいね。いいぞ、これ。あー、うん。なるほどです。2800、ほとんど食らわないね、ほんとに。さあ、当たって、もう一丁当たって、よっしゃー、ね、強っ。弱点当たってるからか。弱点サンバー。俺、ワンバウンドですって決まってる。弱点サンバー。何やってんだか、ほんとに。こうだな。荒野行動。おお、オッケー、いいぞ。
いいぞこれ。よっしゃ、グッドイブニング。いいんじゃないこれ。これで魔導士もう一回倒しちゃっての。おお、素晴らしい素晴らしい花が咲く、メメントモリ。マニアックだね魔導士くん。よくなっていく。よし、あ、いいぞ、あ、いいぞこれ、これマジいいぞ。ブワオン。あの魔導士どうにかしたいな。さあどうだ、してたので毒ってのうざいんだよな。毒うざいな王様な。毒ってのが嫌いなんだよ。さあ魔導士を倒しに行こう。防御力アップ、しかし HP が減らねえな。これヤバくね、この強さ。どうなってんのこれ、どないなってるまんのこれ。マンモス、まずは魔導士をやろう。ちょっと魔導士をやろう。斬撃が散りばめられすぎて、散りばめられすぎて、チリジリになりすぎてあんま強さを感じない。しっかりとやっていこう。倒して50。そっか、あれか、毒我慢か俺、毒我慢マン。よしレッツゴー、コッ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 。下にキンハートあるから。いや泣けんな、時間かかりすぎだろこれ。やっぱパントラが一番強いは強いけど、まあ実験だからな、ほとんどダメージ受けねえんじゃねえか説。うん、光属性攻撃でも SS がしっかり溜まってるからね。それを考えると別に悪くはねえんじゃねえのかい。カン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 、あんま強くねえのこう強く感じねえな。1000しか取らないの。おお、緑色のやつってあれだよね、火属性の攻撃だよね。大丈夫だよね。あ、ちょっと待って、これ結構つらい、全然減らねえじゃん。いや、防御力アップされちゃった。こういう時に SS 使うとかなり強かったりするんだけどね。まあいいや。さあこのターンで終わっただろう。アチョー4スペイン。よし、やっちゃって、ユウやってな。オーケー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 、マル先生。さあ SS は溜まった。さあこっからがえぐいぞ。えぐみが深い戦いが今始まろうとしている。ただこれはね、ちょっと SS はボス戦残してきたんだよね。ボス戦残したらどんぐらいいくのか、これよ。これだね。さあ左で倒さないとな、まずは。すぐにカットなる。あ、待って、左で倒したいな。マンダムやりますね。うん、そっちか。まあまあそれでもいいや。よっこいしょ。どう、左で倒そう、左で倒そう。全然倒せないよ。打ち方が下手だからね、これ完全体だね。まっさぐりです。もうこれちゃんと倒したい、ここで。あ、倒せないな、これ。いやー、ギリギリ倒せないな。いや、酸っぱいな、それは。あ、それは酸っぱい。いや、防御ダウンしまくってるけど酸っぱい。左上が倒せません。なんちゅう強さなんだこの左上の魔導士。こいつは最強か。うん、でも今とか危なげないから大丈夫。左上、ちゃう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 。何も考えないで撃っても倒せるようなキャラクターが大好き。あ、でもこれはこれはいけるわ、さすがに。これはさすがに倒せる。倒せるとして、こっからどうしていくかが問題だな。ワープ出されちゃったね。2人当てたい。あー、そっちか。スパイスパイスパイ、ダメージがスパイ。なんか削りにくいな、削りにくいな、マジで。どうしよう、めちゃめちゃ削りにくい。なんだ、なんで横顔になったの今なんで綺麗な横顔になったの今。いやー、ここやりづれな。どうしよう、ボス戦から使いたかったんだけどな俺。いや、そうしよう、やっぱりそうしよう、ちゃんとそうしないとやるわ。防御ダウンさせて、まあちょこちょこだけど削れてるね、ちゃんと。いやー、ワープはやめて。ティアラさん、ワープはね、苦手なんですよ、ぶっちゃけ。ぶっちゃけなくてもそうなんだけど。よいしょ、よいしょ。あー、きつい。何が一番強いのかがわからない。
早くしねえから魔導士倒しちゃいそうだぜ。なんだ倒しちゃいそうだぜ。危ないぜ。すげえ時間かかるぜ。もう10分かかってるぜ。ぐだるとやべえな、マジで。ぐだりやすいな、しかも。まあ倒せるでしょ、次で。ねえ、いや非常にぐだった。これは非常にぐだった。おーおーおーおおお、これも大して効かない。それはすごいと思う、逆に。ああやっぱ硬いんだね、この女。なかなかの才能かな。さあここで、中ボス2まで10分かかってる。かかりすぎーやー、かかりすぎーやー。まだ SS だからね、これね。ここはね、多分倒しやすいと思うんだ、多少はね。多少はだよ。こうですな。ここやめて。危ない。それは危ない、さすがに危ない。どうやって、それはちょっと雑把。どうしようかな。うわ倒せたい。ボケルカップしてるからやりづらかった。でも次倒せるな。難しい。どうしようかな。ガンガンしよっかね。オッケーで、これで防御アップは消えてくれるかな。消えないかな。オーマイガー、あ、消えないか。でもここは狙っていく。問題ない。ポン。まあまあちょっと痛いけども、大丈夫、まだ大丈夫。うまい。それはさすがにうまかった。攻撃力アップに防御力ダウン。これは完璧な道筋だね。あ、待って、でもそれはうざい。せっかくだったのにな。左上から出ろ。よし、完璧子ちゃん。さあ、こっからだぞ、みんな。さあ、現れてからさあ、とんでもないものをお見せしよう。さあ、降臨したまえ。君の負けだ。ツバメさん、OK、 うまい。さすがに攻めました。よし、これはどうだ。もう負けないだろう。回復するだろう。しかし見てろよ、こいつを倒す。そうするとわお、うつよ。これは便利だぞ。え、マジ？それは便利すぎる、さすがに。びっくりした。あ、そう。うわ、強っ！え？でも、あ無駄なことを。無駄なこと。これ声がね、確か渚かおるくんなんだよね。まあそれは置いといて、これ強くね、やっぱ SS やっべっぞ。強いけど、なんで夜によって俺単調性できなかったのか。なんでこの番だ、なんでこの番なんだ、これ。あれ、まあまあでもワープでどうなるか。大丈夫、もう満載。イエス。いや、動きづらいけど、きっとこれで当たる。ちょっと待って待って、ちょっと待って。それはやらかした、完全に。それは完全にやらかした。まあいいけどね。さあ、こっから毒が炸裂するよ、きちんとね。ふんは、味覚と。さあ、暗い毒、ボン。強っ、溶ける。これ勝手に溶けモース、こいつ。これ結構えぐみが深いな。よりによってお前なの。よりによってお前か。右、わお。ダメぽよ、せっかくだったのに。待って、強すぎる。待って、ターン調整しようがねえじゃん。逆にくしゃみ出そうだし、なんだろう。すげえぞこれ。
さあそして、いや時間かかりすぎやなこれ。でも多分これは普通にシンプルに倒せる。あ、失神だっけ俺、あれ、あ、おい、フレンドは失神。レッツゴーストライクショット。これはえぐい、これはえぐいぞ、みんなかなりえぐみが深いぞ、これ。大丈夫か。ボコボコボコ、おお、強い。これはやべえぞ。やべしたとはこのことか。こうだな。よし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 、いいぞ。あ、いいぞ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 、これで防御ダウン。いや完璧。もう SS も残っちゃうからね、これ。なんなら、いやこれやばいね、この HP 吸収。どうなってんのこれ、強すぎだろ。やばい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 、これはこれずるい、これは卑怯だよ。あ、でもこれでやっとなくなったのか。でもそれはもう後の祭りじゃないか、もう終わるだろう。強っ、いはい、ということでめちゃくちゃ強かったです。皆さんもぜひぜひティアラ使ってみてください。いや全然ピンチなシーンがなかったね。はい、それでは以上、ギコちゃんでした。バイバイ。